立憲民主党福岡県連と国民民主党福岡県連、そして連合福岡の3社は今日午後、福岡市内で次の衆院選の候補者を調整する会議を開きました。来るべき衆議院選挙に向けて、今のやっぱり政治を変えていかなくてはいけない。今日の会議では福岡県内11の選挙区のうち現職がいる2区、5区、10区など7つの選挙区で選挙協力を行うことで合意しました。立憲民主党は1区に元衆議院議員秘書の丸尾啓介氏、3区に福岡県議の新枝元気氏を擁立、国民民主党は4区は調整中、6区には元久留米市職員の近藤正彦氏を擁立する方針です。